さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回もアゴラモデルズさんがキット提供していただいてもらっております、コルベットですね、スティングレイをやっていこうと思います。今回パック6ということですが、ですね、組み立て最初の方の、まあ今見ての通りなんですけど、41と42なんですけれど、以前作ったノックオフホイールってやつですね、こちらの組み立てが41、42と、まあ重なっておりますので、まあ前回やったやつとね、まあタイヤが4輪もちろんありますので、そちらは飛ばさせてもらおうと思います。なので今回は43からですね、やっていく形になります。で、43がこちらになっております。43は、すいませんね、左リアインナーフェンダーという風になっておりますので、こちらをやっていこうと思います。開封、そうですね。で、こちらも、つけてネジを DM で止めるよという風になっておりますので、DM のネジを2本だけ先に出しておきましょう。そしたら本体を持ってきてですね。よっと。あ、今なんか触っちゃった。大丈夫？ OK。こう見て、こちらを、こう向きかな？こうつけるよと。いう感じになってますね。まあ、特に問題なくすんなりといく感じ。OK。で、ネジでしっかりと締めてあげましょう。こちらもですね、下がダイキャストになっておりますので、この、フェンダー自体はね、樹脂でできてはいますけれど、シャーシが金属でできておりますので、ちょっとね、力がいるかなっていうところですかね。どこを持てばいいだって感じだけど、よいしょ、こうね、しっかりと握るときですね、裏面になんか変なものが飛び出てないかとか、そういうのはちょっと確認して、しっかり掴んでネジを締めてあげるとしっかり締まるんじゃないかなと思います。まあね、こう左手の方でね、裏側になっちゃうんで見えないんで、変なとこ触ってね、パーツが破損したとか取れた後とかなるとね、結構めんどくさかったりしますので、気をつけてやりましょう。で、まあ案の定ではあるんですけれど、これで43の左リアフェンダーが終わったんですが、その後ですね、右リアインナーフェンダーというのがステージ44でありますので、そちらも同じことをやることになりますので、ここは飛ばさせてもらいますので、45の準備ですね、そちらをやっていこうと思います。はい、それでは45ですね、バッテリーとクーラントリザーバーというふうになっておりますので、そちらをやっていきましょう。ちょっと今回はパーツが多いかなというところですね。開封、出ない。よいしょ。で、バッテリーこんな感じ。いいね。こういう小物系が好きだぜ。こう見て、こっち？どっち？こうか。で、これを FP のネジで止めるよと。ですね、ギュッで、そうしましたら、しっかりついた。そうしたらプラグの部分ですね、ここの部分に、どれ、これなんかすげえいっぱいついてんだけど、合ってるよね、合ってるね。これ全部同じもの？全部同じものです。ベントプラグの一つをバッテリーの穴、まずはここにくっつける。え？え？
違う。ここにつける、ここにもう差し込んじゃうんだ。なるほど。上かと思ってた。えい。ああ、いい感じで効いてる。OKOKOK。で、これを全部にはめるよと。ボロボロ。これピンセットより手の方が楽だな。こんなバッテリーだったんだ、昔は。昔ってすごいよね。こんなバッテリーなんてものがさ、作れたっていうか、こう考えついたっていうのがすごいよな。しみじみ思う。この時代にね、こういうふうにすれば電気がたまるっていうふうにさ、思いつくっていうかね。それはまあすごい実験の回数とかいろいろねあったと思うけどさ、でもだよね、すげえなって思う。できた、こんな感じ。なんか洒落てるね、色配色的に。で、そうしましたら、こう見て、ここの両端に、これか。あ、なんかちっちゃいパーツも1個入ってる。気をつけよう。これを、こうつけるんだけど、これちょっとやりづらいな。ピンセットでちゃんとやるか。こう掴んで、こう向きの、いいよ、入った。こう掴んで、こう向きの、いいよ、こんな感じね。入った入った。で、そうしたら、このちっちゃい、このパーツ。とんがりが出てる方、こちらですね。こちらを、ここに刺すと。ああ、位置が綺麗でよかった。え、これをこうだよね。ふん、型。ふん、折ってしまわないように気をつけながら奥まで入れて、これもこっちですね。ちょっと待って、ちゃんと見てからにしよう。そうだよな、当たり前だけどこっちだよな。こっちに入れます。硬い、しっかりして、あ、入る、折れない、大丈夫、しっかり頼むよ。あ、入った入った、なんかもっと奥まで行きそうだな。いやー、これを頑張ってるとさ、ポキンつって折れたりとかさ。いやいや、難しいのか、こんなもんだ。で、そうしましたらこちらですね。あ、なんかシール剥がれかけてるけど、こういうもんか。こうしっかり貼っといてあげる、こうやって。よし。そしたらこれをこう合わせて、グッと。これがクーラントリザーバーかな。で、これを、こういうふうにつけて、これこれこれ。つけて、こっち向き。あ、折れそう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 。もう向きは特にいいか。で、これをこっち、グッと奥まで入れてあげて、さっきのなんかわけのわからん細い。で、これを102の長さの102、これ違うね。これも多分違うね。これは102ミリ。これだね。これを、この曲がってる長い方に、これを刺すよと。ぐっと奥まで刺して、で、今度タンクのこっちに、
こう入れてあげるんだが、うまく入らないので、ピンセットを使ってきれいに。あはは。なんか真剣になりすぎるとすげえ小声になっちゃうわ。なんかそーっとやろうとしちゃうせいか。ほら。気合い入れてくぜ。っていうほどでもないんだけどね。入った入ってない。もっと奥まで。あ、入った、スコンと入った。オッケーオッケー。こんな感じ。で。あ、まだある ?30?30? 最も短いケーブル、過去 30?30? あ、これか。うん、これを、ここに刺して、そしてこれ。こうか。KP の電子。これをこうしていこうか。結構ちっちゃい穴に入れるんだな。あーでもバッチリか。グッド。OK。そしたら、お、久々にエンジンが出てくるよ。この長さ2本ともこれは同じ長さじゃない。80の方。こっち。お、エンジンも、エンジン帰っといて。はい、よーっと。こう見ての、ここに刺すよっつって書いてますね。ここね。ぐいぐいと。刺さったな。そしたら85、もう一個の長い方を、ここですね。ここにつける。つかない。マジで入らない。なんで？入った。ちょっと、あ、お、いいね、いいね。あ、入った。オッケーオッケー。ちょっとホースが潰れてしまうんで、ちょっとこうやって補正してあげて、よしよし。で、で、合ってる。で、完了。完了でございます。で、次、46ですね。をやっていきますので、一旦カメラ止めますね。はい、46ですが、フロントインフォースメントフレーム、ウォーターホースとなっておりますので、そちらをやっていきましょう。バリバリの日本人なんで、カタカナにも弱いっす。不慣れなカタカナが出てくると。で、これを、穴が開いてる方がこっち向きに見るような感じかな。で、これを、今、でっていう声が出なかったわ。で、これを、なんか違う気がする。こうだ。こうだね。これを EP のネジで止める。これを合ってるかな。EP のネジで、ここをこっち向きからこう止めるんだね。おお、入った入った。うんうん。グッ。あ、滑る。グッと締めて、ちょっとまっすぐしてあげてね。そうしたら、これはホーンかな。ホーンにも LR がついてるので L。こっち側を。ああ、これもきっとネジで締めるんだ。
こんなもんまでネジで締めるのか、すげえな。そしたら A ピンのネジで締めると。これを、これもこっちにつけて、ほん、こんなんだよ。ね、A ピンのネジで締めるよと。よっ、こんな感じです。いいね。で、そうしたらこのホースが余ってるんですけど、こちら再びエンジンをちょっとこっち持ってきてですね、エンジンのどこにつけるって、青いラインがちゃんと入ってる、ほらすごいね。これも切り欠き、あ、切り欠きあるけど、切り欠きなんかちょっとゴミが詰まってる。ちょっとちゃんと取っておこう。後でつけるのにしんどくなる。カスがついてる、カス。よ、取れた。この切り欠きに合わせて、これを、ズドンと。あ、こんな感じか。あ、はい、はい、はい、OK、OK。あ、ぽくなってきたね。うん、いいね。終了。で、そうしたらこれで46が完了となりますので、次47ですね、やっていきますので一旦止めます。はい、今度47ですね。こちらファンカバーラジエーターとなっておりますので、そちらをやっていきましょう。中身こんな感じ。今回もケーブル多いですな。まずはこっちをこう見ての、まさかのこれもネジ止めと。これ向き特に関係ないね。これをまさかのネジ止めの EP のネジで止めますよと。向きあるんだ、これ。まさか向きがあった。ちゃんと向き合わせないとネジ合わない、ピッチが違う。へい、まあ一応書いてあるネジ穴に合わせてとはね。ちょっとのズレだからね、ちょっと分かりづらかった。まあでも組める方にしか組めないんで分かりますね。で、ネジを締めて、あ、こう締めたら。前回作ったこちらにこう見てのここにこうはめてのここをネジ、これも EP や FP、 ここは FP、 間違いないように。ここですね。で、エンジンルームがジュバジュバできてくの。
こんなとここう入ってんだね。そしたらこう見てこちらをこうして、おお、おお、こういうなんか貼ってあるだけでなんかいいね、ディテールか細かくか。で FP さっきのこれですね。このネジを真ん中で止めると、こうこっち向きだね。こっち向きにこう止めるよと。で EP のネジで4箇所止めます。セット。そうしたらこのちっちゃいパーツですね、これは水かな、水かなって水なわけないけど、水が出るところかな、なんかぼっちが出てるけど、これは切り落とした方がいいのかな、これね、ゲートなのかどうなのかわかんない、ゲートだよな、これどう見ても切ったろ、ここに刺す。いやもうなんかすぐに抜けそう。ああ意外とそうでもなかった。でそうしたらまた再び本体ですか。おマジで。ふん。ちょっとあんまりこういうの好きじゃない。こういうの好きじゃない。ついてたものを外すっていうの。要はこれのこのこうかこう向きのだったら最初からつけなかったのに、これね、これのまたネジを外してくれて、フェンダーカバーのやつですね。フェンダーカバーを外して、え、これもしかして両方外す的なやつ？いや、いや片側だけっぴな。でこれを反対、これは反対だ、こっち側だな、こっち側向けてこれをこう向き、これちょっと邪魔、あーここにつけるのね、なるほど、え、あーうんうん、なるほど、うんうん、これでバチッと入らない、入った定位にしておいて、そしたら EP のネジで止めるんですね。これをちゃんとこうね、しっかり入るような形状になってるので、なんと、あ、入った入った、こっち側も、あ、こっち側入ってる、 OK、 これどうやって入れる、これどうやって入れる、こっち側は、え、どうやって入れる、
え？こっち側はなんとかなると思う。今ちょっと頭だけ入れたんだけど、こっちはいいわ。こっち側どうやって入れるよ。似たような形状はするんだけどね、やっぱり車だから。ちょっと場所がどうやって入れる。こっからこうやって入れろみたいな風になってるけど。ああ、まあ入らんことがないか。でもこれはちょっと親切っちゃ親切だな。写真付きでこっからこういう風に入れるよみたいな風になってる。ああ、ちゃんと固定された。で、こっち側もじゃあ同じような感じって言っても、こっちハンドルがあるから邪魔なんだよ。なんかこう、うまく入れる位置関係がないかな。ないんだ。この辺かな。まあ、閉まらんことはねえか。ちょっと場所が悪い。はいよ。ちょっと緩いですか。このドライバーじゃなくて、このドライバーで、いやダメ、全然ない、欲しいな。あ、ガタがグラグラはするけど、こっち側はうまくついてないんだよな。なんか、お、入った、グッと入った。ああ、うん、全然違う。ガタガタし、ガタガタしない。オッケーオッケー。ああ、なかなかだね。やってくれるに。で、そうしたら、外したフロントフェンダー、これは、あれ、この穴あるよ。確認します。しました。あ、ここに、これか。先ほど作ったこれをここにこうやって入れるみたいですね。この向きでこのようにここにドンと入れて、ああ、で、ここ閉めるわけだ。ああ、なるほど。ここにこれつける。はい、入れた。そしたら、ああ、もうここでまたバッテリーをつけると。こう見てのバッテリー。ん？こうか。え？あ、バッテリーちょっとこう浮いてんだ。こう入った、こういう感じ。なるほど。そうしたら戻す。こっち、さっき言ってた、こっちは違うよな。ね、ホースが噛んじゃうとかそういうのはなかったな。入れて、でバッテリーのなんか、あ、うん、それでこうやって一緒に入るわけだ。オッケーオッケー。で、そうしたら、また裏からネジ締めてオッケーですね。なるほど。なるほどに。あ、ネジ。パーツが1個余ってるのがちょっと気になるよと。あ、1個どころじゃなかった。結構余ってた。ここですね。牛。牛。OK、できた。ちゃんとこれでバッテリーも奥までグッと入ってる。OK。そしたら、
そうしたら、あ、それでこの気になってたのは、これ一体どこで、いつのタイミングでつけるんだろうとか思ってた。これをここにつける。グッと。つけた。そしたら、あ、またエンジンに行くんですか？エンジン。これの、どこ？ここか。これだね。そこに62の線、これが60、62、ちょっと待って、62ってどれだろう、これかな、これ62っぽいな、これはこれも62より長いな、あ違う、ごめん間違えた、これ62はこれでいい多分、これをバッテリーの緑だから、これ真ん中か、持ちにくい、これを62のここですね。あーおい、ちょい。入ってちょうだい。もうちょっと絵をも。刺しました。そうしたら今度57って言ってた、57両方62あるんだけど、57ってことはねえな、こっち、え、俺なんか見間違えてる、それかまだホースがあるのか、いやない、見落とした、ちょっと後ろの方今戻って、57、62、あー、いやー違う、これ127、これどう見ても68ぐらい、さっきの5ミリぐらい長くね、切る人間違えた、もしあれだったら長い方をね、そっちに回しておかないといけないじゃん。ちょっと抜くか、やっぱり一回。いや、一回比べよう。やっぱこっちの方が長い。なんかちょっと不安を感じ始めたね。長い方こっちに刺しておこう。ね、最悪長ければ切っちゃえばいい話だからさ。はいね。この、あ、いたいたいた。で、これはこっちに。こうやって入れる。一応これでいいはず。で、そしたらこの長いやつ。これを、さっきの、ここですね。これの、ああ、ここ。なるほど。こんな感じで、あ、やべ、バッテリーがねえって言われた、こんな感じですね。いや、線だらけになってきた、ここですね、 OK、 でこれをなにこれ、ゴムじゃん、プラスチックだとばっか思ってた、すっげえゴム、うわ、すごで、これでクーラントだね、多分水を回すんだね、はい、できました、
で、次48、ついにエンジンの取り付けというふうになってくるんですが、そちらをね、準備をしますので、一旦カメラ止めます。はい、それでは48の、エンジンの取り付けですね。こちらをやっていこうと思います。さ、よいしょ。ちょっとエンジンの取り付けなんで、長丁場になるかな、どうかな。なんかいろいろ細かいものがたくさん入ってるな。なんかシールみたいな。うん。で、まずは、ちょっとこいつを避けておいて、本体を持ってきてですね、ガロンフューエルタンク、カッコボトムというふうになっております。こちらですね。これを、こう向きか。このようにつけますよと。画面がちょっと下すぎますよと。ちょっと待ってね。こんなもんかな。で、ここで FP のネジで止めてねと。FP、FP。のネジで止めてね。はいよ。つって。1234。ここを止めると。相手が樹脂なのでスイスイと閉まっていくと。ギュッギュッギュッギュー。OK。これでガタガタしませんよというのを確認してですね。そうしましたら、エンジンですね。エンジンですねはいいんですが、ちょっと、一回避けておこうか。一回避けて、エンジンのこちら、ここに出ている、この2本を、すぐ作業台に置きますが、ハイブを取り出します。こいつを取っちゃう。マジで。これを外して、これを取る、取れた。取ったら、こちらですね。これの、これどういう向きでつけ、こっちか。これきっと、向きがあるはず。こう向きかな？こうきっと位置が合うところにこうつけるしかないんで、EP のネジですね。これをこう向きにして、なんだかんだいい、いい感じに据えつくわ。で、そうしましたら、これを、こうして、うん、しっかりとプリントがされている。すごい。グッと締めて、お、ごついな、なんか。で、おっと、ここで1枚の両面テープ、これですね。これを剥がして貼り付けるよと。どう見て貼るの？こう見て、ここか。これですね。に貼りますよと。
すごいね、両面テープ使うんだ。きっとこの中を取らないといけない。いいよ、うわ、ついちゃう。剥離台紙が、やっぱり台紙の裏に貼っとこう。え、ちょっとくっつかねえんだけど。で、そうしたらこれ向きがね、あ、やば、これ結構強力な両面テープだな。すまさすが 3M といったところが。いや、やべ、やらかした、完全にやらかした。ちょっとこれ綺麗にこのまま貼れるように頑張ろう。綺麗には貼れないかな。ちょっとさ、これ予備あるのかな。結構強力。ちょっとこう適当に貼っとくか、しょうがねえ。ちょっとこれ何に使うんだろう、この両面テープは。すげえ適当になっちゃった。これ余分にあるかな、本当悩む。これ気をつけないといけないな。まずここを、内側を鳥居の、ここでうまいこと剥がして、このまま逆、こっち向きにこう綺麗に、こういう感じだね。これ余分にあるのかな。だから1234あと4枚ある。これああ、そういうこと。何に使うか分かった。まあちょっとくしゃっとなっとっても大丈夫だわ。要はマフラーにエキゾーストを刺すところですね。そちらに行くみたいな感じなんで、まあとりあえずは OK だ、よかった。で貼ったら合体ですよと。ちょっと一旦持ち上げて、のまこうやってパイピングの線がいっぱい出てるのはかっこいいけど大変。この辺どういう風にいくんだろう。この線がさ、後でどうしてほしい、こうしてほしいって後でなると結構大変なんだよな。今更みたいなね。これがどこ、これ結構ゴムでグネグネだから、ちょっとこの辺に持ってて、これをこの辺なら掴んでいいか。ここからこう入れ込んで、入れたけどこう座らせるわけだ。入れて入れて、黒いプーリーのすべての部品が見えるまで、うん、これを裏返すのか。よっと、ああプーリーがすべて見える、プーリーね、これがこう見えるように、このままこれで座らせるんだけど、ホース、いろんなところでホースが邪魔してんだけど、どうすればいいんだこれ。これでホースを一旦ちょっと指でどかしておいて、どいてくれないんだけど。でその時にこのホースをここに入れるんだね。だけど本当にね、パイプが超邪魔。これ抜いちゃうやばいやつ。どこにどういう風にフォースが行っていても大丈夫なのかとかさ、
全くこの状態だと、あ、入った。入ったけど、ホースがすごく邪魔してるんだけど。これはいいホース。いや、うん、このホースは何？一応これでね、もうホースは避けて座っている状態にはなってると思う。だが、そうしたらここを CM のネジで止めるというふうになってるんだけど、ああ、それもそうだけど、ここのトランスミッションの部分が、ちゃんとここのドライブシャフトに、っていうか軸にちゃんと刺さってないとダメだよね。ここね、ここ、これ、ここにね、こうやって刺さって、行った上で、ここがちゃんと通ってね、この赤い線も邪魔。この赤い線は一体何に使うんだろう、どこで登場するんだろうか。この辺のホースも、この下だな。あ、これででも、噛まずに入っている感じがするんだけどな。こいつも避けたね、避けた。これでいいと思う。今こうやって持ってるけどね、今左手この裏側で支えてる部分が若干不安。やっぱり無理して触っちゃってねえかなって。で、CM のネジ2本で止めるよと。1。ああ、3本出てきちゃった。で、ちょっとこっちから入れてみるか。うわ、すんなり。なんとまあ、すんなり入ってった。入らん、入らんみたいなのじゃなくて。で、ここも、この奥に止めるところがあるから、これで。なんとまあすんなりはまること。そうしたらこれでグッと締めちゃっていいかな。ちょっと配線どっかで噛んでないかとかさ、パイピング、いや見た感じ噛んでないな。 OK だな。で、これをグッと締めるか。ちょっと見えなくて申し訳ないですけど、力が入らないので許してください。で、そうしたら、その今言ってた、これね。これで今こうグッと入ったわけだ。だけどこっちはまだ、あの台紙がついてまだから、このシートを剥がしての。で、これで、ホースを入れてやる。入った。ギュッ。くっついた。OK。そうしたら、これか。こう見ても、こうか。入る気がしない。どういうこと？
あ、入った。強引だな。そしたらここのネジ、AM のネジで止めて、本当になんか表が全然違う。さっきのシールがめちゃめちゃ余ってんだけど、これは何、鍋さんみたいな人向けっていうことか。だったらあれだったの、貼り直したの、まあ貼り直してもいいしょうか。とりあえずこれで、これをはめながらギアボックスを押し下げますって書いてるな。すごい強引な感じになってる気がするんだけど大丈夫かな。どこが何がどう引っかかってんのかわかんねえな。なんかすげえ硬いんだけど。歪みかな。ネジはまあ入っていくね。順調に。大丈夫かな。で、きっと上からここのネジここでね止めるって感じだと思うんだけど、まだ今ちょっとそこまではないっすね。で、そうしたら、まだ裏か。おー、地獄のパイピングだな。よくわかんないんだよ。もうここまで来ると。ステージ47でステアリングポンプのキャップに取り付けて57のフリー側の端を探します。ちょっとね、これ戻らないといけないじゃん。50、だからステージ47。47前回だね。47でつけた57の長さのやつ。47で57の長さだから上か。エンジンでいう上向きの方のやつを探して、どこ探します。多分上だからこれかな。抜けちゃえへんかな、これね。結構こんな過酷になるんだったら接着剤でちゃんとつけとくべきだったな。なんか取れるかもしれないっていう不安を抱えながらやるのはちょっと正直なとこやだ。で、これが57の。57ミリの。探しました。探したら、それを中央のステアリングバーのインナーピンにケーブルを差し込みます。インナーピン。これか？これか。これね。これをここに刺すよ。こんな飛び出てていいのかな？ここに刺す。よっ。こいしょっと。で、それの反対側、もう一個のホース、これをまたこの反対側に刺すよと。これですね。これをここに刺す。
左手片手で持ってるけどさ、重たい。 OK。 でスターターモーターに取り付けられたケーブル、80ミリケーブルのフリー側の端をバッテリーに、ステージ45。もう覚えてねえな。実はね、あれなんですよ。日がまたいでるんですよ、また。45ね、45。結構前だな。タブレットでこう、意外とこういう風にやるときにはタブレットは割と不便か？パソコンだったらページ数が出せるから楽かもしんないけど、タブレットだと結構めんどくせえかもしんねえな。85、なるほど。85ってさ、こいつが気になってしょうがないね、さっき。85？ どこに行っちゃったっけ？わかった。こいつだ。この。わかったわかった。こいつ。これ。これをどうしろって？バッテリーに挿すとは書いてあったけど、なんか引き回し方がね。飛んだな。85引き回し方法が結構不便だな。あったあった。ここからただバッテリーに挿せっていう風になってるの。これ本当にだけど、これここをこっち側にこう持ってって、下に来て上に持ってって。これをこっち側の方につけるんだね。あ、長さ的にちょうどいいのか。いや、長くねえとか思ったんだけど。長さ的にかなりちょうどいいわ。あ、折れる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 。あまり力いい、ここでこっち側を支えておいてあげないとちょっとね折れそうになった。今怖かった。なんかぐねんって曲がったもん。でそうしたら多分そうしたら85の方を今のこっちのプラスに、だから今出てたやつのこのこっち側のこれだね。これこれこれを、だから今みたいにこっち側ちょっと押さえてあげの、ここに刺すと長えな、だいぶ線が。グッと。奥まで。あ、入った。こんな感じね。うん。なるほど。いや、これめちゃ長くなりそうだな。まだ先長いんですよ。まあ、こういった感じで線を探して入れていってあげてくださいというふうにしておこう。もうやべえ、これだけで多分相当時間がかかる。で、そうし、一旦ね、ちょっとそこだけ、パイピングだけ飛ばさせてもらって、もう一回再開しますんで、一旦カメラ止めます。はい、なんとかできました。いや、大変だった。まあこの辺ですね。こういう風に刺してとか、ここもしっかり入れてと、ここにゴムのすごい柔らかいチューブがあったと思うんですけど、それもここに奥に刺して、これがねちょっとね、まあ、目視でねちゃんと刺さってるかは見えないんですけど、まあできてるであろうと思って進めていきます。で先ほど外したこちらですね、これをまたつけていきますよと。こう向きにして、ここでこれをこう向きにこうなるのか、エアクリか。なるほど。これをちょっとこのパイプを避けて置きつつ、強引に行っちゃうか。ああ強引に行けるわ。でホースを挟まないようにだけして、
入れ込むよと、入れ込む、入れ込むよ、入れ入らないよ。開いた。でここグッと入れてあげての、そしたらここで OK、 これで OK だ。入った入った、ちゃんと問題なく。でそうしましたらキャップをしてあげる。こちらですね、特に向きはない感じなので、ここのこれでこうキャップができるようになってるんで、スタート。ああいい感じだね、収まったわ。あーなるほど、かっこよくなってきたな。でそうしましたら AM のネジでここの言ってたネジですね、これをしっかり止めてあげるよと。 AM のネジ2個、これ閉めれるかな。入ってない感じがするな。スカスカだな、入ってない、全然入ってない。これ本当に入るのかな。はい、感じにはなってるけど、あ、これでいけそうな気がする。ああいけそうか、いくのか。いやスカスカ、せめて片方だけど、こっちだけでも入ってくれれば。いやこっちもスカスカだな。入る気がしないんだよな。これなんか俺間違ってんのかな、やっぱり。あ、いい感じ。ここまでグッと押さえないとダメか。やっぱでもズレが少しあるな。両方取れてたネジが。これで引っ張るようにしてうまいことバランスを取るんだろうな。あ、入った。片方入ってしまえば引っ張られてこっち側も来てる気がする。よっ。あ、いい感じ、いい感じ。ちゃんと穴に奥まで入ってるのが確認できれば。ちょっと待ってね、見えない。あー入ってるっぽいな、いいな。ちゃんとここにも隙間ができたから、やっぱりこれもちゃんと奥まで刺してあげて。あーいい感じになった、できたできたできた、よかったよかった。あれ入ってるよな、入ってるね。 OKOK。 あーこの辺もちゃんと座ってるから OK だろうな、綺麗に収まってる。なるほど、これで OK か。よし、できた。大変だったな、結構。これで48が完了ですね。次が49が最後になりますので、そちらもやっていくんで、ちょっと一旦カメラ止めますね。はい、49でございます。ガロンフューエルタンクというふうになっておりますので、やっていきましょう。これで、このパックは終わりになります。で、まずこちらに、こちらですね、これを、こうか、こう入れる。でここをネジの IP で止めるよと。今これをどかすために、これを始めるためにさ、キットをどけたんだけどさ、すっげえ安定感がある。びっくりだわ。なんかもうがっちりついてますみたいな感じになってて、触ってて安心。やっぱり持ち上げるときって怖いからね、ほんと怖いんですよ、壊れるんじゃないかとか。そういうのはさ、いつも気にしながらやってたんで。これはこう向きか、グッとこうしかつかんね、斜めになってるんで。
で、そうしたら、IP、おそらくこれはもう使わない。なんだ、シール全然使ってねえじゃんか。まあいいや。で、これを、こうね、すげえ安定してんの。これ今軽々と思ってるけど、重たい。重たいけど、こう、なんだろう、あんまり気にせずに普通に持っていられる。壊れそうとかさ、そういうふうに思うわけですよ。あ、ここのネジを締めなかったのは、これでこうやって締めるのか。なるほど。そのためのね。で、これを、これでしっかりと締めてあげての、で、ここを、これで、穴位置が全然合わない。あ、そうか。ここ、ただつけただけだから、こうなればいいんだな。で、ここをネジの AM で止めるよと。こういうことだったのね。しっかりします。ちょっとなんか引っ張りが足りないの、なんかちょっとって感じがするけど、まあ、こんなもんでいいのか。一応つくにはついた。あ、できた。149。これで終わりました。できましたよ。で、これで、パックの6ですね。が終わりましたので、折り返し地点でございますね。パック12までありますんで。どうでしょう。こんな感じでございます。エンジンも無事乗っかることができました。まあ、パイピングはね、まだまだ全部ではないんですけれど、指示のあるところはすべて、まあ、なかなか手間ではあったんですけど、やっぱりこうつけてみるとね、ああ、いいねっていう感じはありますね。よし。ではね、またね、どんどん進めていこうかなと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。ではまた。歩き出す。